はい。福岡ソフトバンクホークスの皆さん、パーソルパリーグ2024優勝おめでとうございます。いやー、よかったですね。はい。本日、オリックスバファローズ4対9で、福岡ソフトバンクホークスに敗れまして、見事福岡ソフトバンクホークスが2024年のパリーグ制覇を決めました。はい、もうですね、今日の試合はですね、全く歯が立たなかったと言っていいでしょう。はい、もうなんていうかね、才木ここでいいピッチング見せてくれや、当たり前のように打たれんなやねえって思いましたよ。西川選手がね、ちょっと初回に1点先制された後、逆転タイムリーで意地は見せてくれたんですけれども、まあその後やっぱりね、まあなんていうか、実力の差かなっていうのを感じましたね。だからやっぱりその、去年の優勝っていうのは、たまたま爆発したんですよ、みんなが。やっぱ頓宮選手とか、あと中川選手とかもやっぱり去年すごい良かったし、やっぱね、なんかプロ野球って基本的にその毎年活躍するすごい選手ってやっぱいるじゃないですか。でもそれってすごくね、稀なんですよ。多分オリックスで言うとね、吉田正尚と山本由伸だったんです。それが毎年のように、まあ宮城投手もねそうなんだけどね、俊平太も去年だけじゃないですか。まあ今のところはね、まあ来年やってくれて信じますけど。頓宮選手もそうだし、やっぱ他球団見てもね、松本剛選手とかもね、首位打者取ってたけど、もう全然じゃないですか、最近。まあ、全然でもないけど、でもまあやっぱあの時ほどじゃないじゃないですか。やっぱね、ホークスってね、そういう意味ではやっぱり近藤選手とか、栗原選手、あと山川選手もそうだね。もう本当に何年でも、コンスタントに活躍する選手とか多いんですよ。オリックスは、まあ、去年はだから本当に運も良かったのかもしれない。吉田正尚選手が抜けた穴は、みんなの爆発時期が重なったおかげで埋めれたんですよ。でも、まあ、結局、今年は、みんな落ちちゃったっていうね。はい。森選手はまあ、どっちかというと活躍してる方だと思うけど、でも、まあ、選曲を変えるほどじゃないよね、今年のバッティングはね。去年のバッティングは選曲変えてましたけど。森選手はなんか、あの人、隔年だから。今年ダメなんですよ。来年はもう選曲変えるほど打つよ。ね。そしてね、まあだから、まあそこをですね、またやっぱりそういう、いい選手をどんどん作るか。ただ本当根本問題として、毎年活躍してくれる野手が、いないんです、オリックス。吉田選手が抜けていこう。なので、やっぱりそういう人を作っていくっていうのがね、今後の課題なのかなと思いました。もう今日の試合についてはね、中嶋監督もコメントで言ってましたけど、悪いところがめっちゃ出た。もうもはや今年のオリックスとホークスを象徴するかのようなゲームでしたね。まあとにかくね、この目の前で胴上げを見せられた悔しさ、私も今ね、テレビで焼き付けましたので、オリックスナインにはね、ぜひね、来年、やり返すっていうのをね、この胴上げを見て、思った思いっていうのを、ずっと捨てずに、来シーズンまで行きましょう。そして来シーズン、私も一緒に戦います。そして、パリーグ制覇、取り返しましょう。ではでは。